回はこんな感じの三段重ねのお花をご紹介したいと思います。そうした道具はこちらです。ボンド、ピンセットで、ちょっとボンドを伸ばすのに厚紙、お水とタオルで、使用した材料はこちらです。ビーズが何種類かと、ちりめんと、葉っぱをつける場合は緑のちりめんと、直径3センチぐらいの厚紙です。で、布を5センチ×5センチを6枚、4センチ×4センチをこれ8枚で、3センチ×3センチを6枚切ります。で、葉っぱをつける場合は1枚でも2枚でもいいんですけども、葉っぱは4センチ×4センチです。今回は2枚つけてみようと思うので2枚あります。まず土台から作っていきます。直径3センチぐらいの厚紙にまずボンドを伸ばします。そこに4センチ×4センチが8枚ありますので、2枚は土台分です。で、2枚使って土台を仕上げていきます。で、こちらにも塗っていきます。もう一度この上にボンドを塗っていきます。で、この上にもう一枚の方を乗せて、で、ここを切っていきます。はい、これで土台の完成です。で、ここにお花を置いていきます。5センチ×5センチの布を丸つまみにしていきます。折って折って後ろから開いていきます。で、この時にここが揃ってなければちょっと切ってください。はい、ここにボンドを塗っていきます。ちょっと手で伸ばして、で、この先の部分だけをこうグッとつまんで、こんな感じにしてください。はい、で、この土台の真ん中の部分に花びらの先端がくるように置きます。で、こう開きます。こんな感じで後ろを開いておきます。で、上からちょっと潰して花びらの形を整えます。はい、これを6枚やっていきます。で、今回は6枚なので、次に花びらを置くところをだとこう置いていったんですけど、6枚で偶数だと真ん前にこう置いて、あと2枚ずつ置くと綺麗に置けると思います。で、隣同士のここの部分が、隣り合わせの足の部分がくっつくようにして置いてあります。はい、で、この上に今度は、4センチ×4センチのを置いていきます。
後ろはボンドを軽くこんな風に伸ばしてください。ではたまに水で洗って拭きながらされるといいかと思います。で、このちょうど間、花びらと花びらの間にポンと置いて、でこう足をかけていきます。こんな感じになります。花びらと花びらの間に置いて、こっちとこっちに足がこう来るように全部置いていきます。4×4cm が上に乗った形になりました。で今度は 3cm×3cm を上に乗せていきます。これも同じように、4×4 のお花のちょうど真ん中に置いて、間の真ん中に置いて、でこっちとこっちの花びらにそれぞれまたぐ形でお花を置いていきます。こんな感じです。これとこれの間に置いて、こっちとこっちにまたぐ形になっています。3のお花も上に置けました。次はビーズをここに置いていきます。でボンドは結構多めにグッと入ります。でこのぐらいまでボンドが入ります。でその上に本当に何でも種類はお好みで何でもいいんですけど、何種類か入れた方が可愛いかなと思うので、今回はまずこの大きなのを2つ入れます。でさらにこの上に、このビーズの上にボンドをまたこう置いていただいて、その上にこのでさらにその上にこの小さいビーズをかけていきます。色とか数とかはお好みで置いてください。
な感じにしてみました。でここから葉っぱはつけてもつけなくてもいいんですけど、今回つけてみようと思います。葉っぱは1枚でも2枚でもいいんですけど、今回2枚つけてみるんですけども、三角に折ってさらに三角に折って、ここまでは丸つまみと一緒なんですけど、ここからまたこういうふうに三角に折っていくと、ちょっと丸つまみと違う、これ剣つまみっていうんですけど、こんな形になります。でこれをそのままボンドをつけてもらって、これはもう後ろを全部閉じてしまって大丈夫です。全部こうキュッキュッと閉じていただいて大丈夫です。で出来上がったら、ここが底面なんですけども、この横の先端の方2箇所にダッダッとこうボンドをつけて、でお花のどこでもいいんですけども、こういうところにグッとこう差し込みます。で2枚目のをまでは一緒で、もう一度こっちに折り返してこんな形です。でボンドをつけて、後ろは全部閉じてしまっていいです。でさっきと一緒で先端の横はどういう風につけていただいてももう好みでいいんですけど、今回ここにもう1枚つけてみます。この横のところに2枚こう差し込むようにつけました。完成です。紫の花はピンクと同じように作ってあります。赤いお花は4センチ ×4 センチを2段で、その上に3枚3センチ ×3 センチが乗っかっています。ご視聴ありがとうございました。